こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？本日は当店サンディエゴオフィスのダースモール GM、 それから東京オフィス農民 GM の要請により、じゃじゃーん、ウィルソンデュアルワナビーシーズの紹介をしていきたいと思いますね。それに合わせて今日はちょっと見えないな、ウィルソンでございますが、これ夏はね、ローリングス着る場合が多いんだけど、ローリングスのエプロンはハンプなんですね。綿だからね、まだ涼しいんだけど、これね、魚屋さんが着るようなビニールなんだわ。暑いんですね。暑いけど今日は我慢してやります。どうぞ。はい、それではスタートしていきますが、今回ご紹介しますのは、ちょっと吹いておこうか、よいしょよいしょよいしょ、ウィルソンデュアルワナビーシリーズでございます。ウィルソンさんの展開ですね。軟式については、ちょっとこの乗らないか、軟式の一番上がウィルソンスタッフデュアルでございますね。軟式ウィルソンスタッフデュアルが3万2000円だと思ったんだけど、軟式最高峰が、そうですね、これはもはや軟式用ではないウィルソンスタッフデュアルが、こちらが3万2000円でございますね。でその下ベーシックモデルとして、これもデュアルでございますが、切りはみのシリーズベーシックラボが2万5000円で、この辺りはあれですね、まあこれ見ていただいたら分かるんですけど、学生さん向けのハードユースが目的なんですけれども、いやいやいや、これじゃあちょっと草野球面白くないだろうということで、同じランクです、定価2万4000円ですから、ちょっと割安な感じがします。ほぼですね、この3万2000円のところと変わらないと思います。まあ日本製かベトナム製かっていう違いはございますけれども、材料それからクオリティについては太鼓判を押せるというふうに私は思っておるわけですが、皆さんどういうふうに考えるかはまた別の問題でございます。はい、じゃあ早速ね見ていきましょうか。こちらどっちくらいいく、外野手用と内野手用が今回秋冬で出ておりますが、内野手用からいきますか。内野手用こちら、スペックいきますよ。WTARHED5T 一般用内野手用サイズ7、ウィルソンの7でございますから、11と2分の1、11ハーフのインチでございますね。平均的な内野手モデルでございます。色がですね、ブラックレッドグレーということで、こちら背面のグレーの部分はスーパースキンでございますね。デュアルと相まってこのデザインのかっこよさね。小指、それから中指、人差し指、親指にスーパースキンが入ります。スーパースキン何回もねご紹介しておりますが、当店のチャンネルでね、まずは軽量、それから通常の3倍と言われる耐久性、こちらが特徴でございます。ただし人工的なシンセティックレザーですので、慣らしてもね形は変わりませんから、受給面には使えません。背面素材として強度軽量化のために使われている。デザインも斬新でございますね。こちら外野手用の方は、先にスペック言っておこうか。 WTARHED8F 一般用外野手用でございます。サイズ12ということは、インチで言うと12と4分の3インチ、もうすぐで13インチの大きめの外野手用でございます。こちらは白いところが、はい、スーパースキンでございます。トラッペズですね。はい、こんな感じ、赤いです。いろいろカラーがあったんですけど、当店ねいつも通り全部入れると用らんので、ちっちゃい店なんでね、この2個を一応ね入れておりますけれども、順番にじゃあ個別のね、特徴を見ていきましょうか。まずはこちら、内野手用11と2分の1インチ、品番の中に入っております D5 型でございますね。
D5 型は、まず最初に言ってくるのはこれはあの、デュアル、日本向けのデュアルの中の D5 型、こちらホセ・アルトゥーベさんが使ってる、向こうのウィルソンのモデルの原型となったタイプでございますね。逆輸入バージョンという形になります。ミスター麻生さんにも確認をいたしました。いろいろグラブを見せる中で、一番向こうで使われている内野手はこちらの1786型でございますね。綺麗な背面のカーブが特徴ですね。深い、しっかりつかめるポケットを形成しておりますけれども、こちらと比べてどうですか。そうですね、グラブが開き気味で浅くなっております。ワイドヒンジでございます。で、手口紐は順巻きでございますね。ご本人さんどっちかちょっと確認してないですけれどもね。で、一番違うのはこの、こう指の立ち方ですね。1786の場合は非常にここね、90度に近い形で指がキュッとね、はい、カーブが出ておりますが、こちら D5 型は立ち気味でございます。日本の仕様に近いと、まあ、これを好んでアルトゥーベさんが使ってらっしゃるというふうなことで、まあ、片付けによっては変わってくるんですけれども、まあ、その原型として考えていただいていいと思いますが、惜しいかなラベルがですね、日本ではこのラベルになるんですけれども、まあ、その辺はね日本仕様ですから、向こうでこれが流行ったらまた流行るかもしれないし、日本もね本当はやっぱこっちをつけてほしいなと私は思うわけですけれども、なかなかね、いろいろ事情があるそうで、ございますね。はい、ちょっとお話ししましたが、ヒールは順巻き、それからワイドヒンジ、ダブルヒンジでございますね。で、ダブルパームレースになっております。はい、で、ポケットの位置が1786よりもだいぶね、人差し指の方寄りの方になってまして、こういう形のフォルムでございます。うん、割と浅めに掴む感じでございますけれども、しっかりした作りでございますね。ウィルソンスタッフデュアルが、まあ、アクネで作っておりますけれども、日本製でございますが、こちらベトナムでございますが、アクネさんが管理する工場ですから、日本の材料を使ってしっかりした縫製でございますね。作っているのが、ベトナムというのだけで、非常にね、上質な。まあ、これ当然ですが、オーダーの方でもあるんですけども、一番ね、内野手では人気があると言われているデュアルの型、D5 型でございますね。ちょっと見てみます。これ19名。ちょっと張りを見てみましょうか。うん、こんな感じですね。はい。19面ですね。はい。それから、親指カバー。かっこいいよね。この色はかっこいいですよね。で、ウェブはシングルポスト、モディファイシングルポストでございます。ちょっと柄が入っておりますね。はい。で、背面ですね。背面は中指人差し指にスーパースキンね。はい。で、こちらもちょっとおしゃれなんですけれども、ゴールドのヘリ側とハミ、しかもデュアルね、ゴールドゴールド、いいんじゃないですか。で、こちらが小指側になります。やっぱデュアルになるとね、デザイン性が高くなりますよね。はい、ちなみにこちらはですね、通常で手入れを使うタイプ、フィンガーシフトの対応はしておりません。まあ無理くりやろうと思ったらできるんですけど、もともとは普通の手入れのタイプでございます。まずはこちら内野手用、それから外野手用でございますが、こちらもデュアルの日本向けの仕様、先ほど言いましたですね、D8 型ですね。特徴は大きく開いてしっかり掴むというふうな、大きく開きやすいグラブということになっております。親指が効くように、こちらはヒール逆巻きになっておりますね。ダブルパームレースシングルヒンジでございます。普通のヒンジですね。今 見られて分かりますように、こちらワナビーシリーズ今回の秋冬商品も、ゴールドのヘリ側、ゴールドのハミということで、デュアルのハミですね、それからゴールドのヘリ側になっておりますね。ライニングはこれ、ソフトフィットレザーです、ごめんなさい、ソフトフィットレザーで、手の当たりがね、ソフトな感じに、まあ、こちらもそうですけどもね、ライニングの材料は変えておりますね。はい、
言わせたことないかな。うん、いいか。で、こちらのカラーは受給面がレッドでございますね。はい。それから親指側、ウェブがトラッペーズですね。トラッペーズの方、ヘリ側が入りますんで、ここにもゴールドが入ります。それからこのあれですね、ライトニングみたいなこのね、ラインですけれども、こちらもゴールドの感じになっておりまして、まあタンのレースでギュッと締めてるんで、これ本格的な感じはないです。おもちゃっぽくはならないですよね。はい、で、ウィルソン W のマークですね。外野手用にもガセットが入っておりますね。はい。で、小指側、黒赤白、あ、これ黒じゃなかった、これ紺ですね、ごめんなさい、レッドネイビーホワイトですから紺です。紺色、紺赤ホワイトですね。こちらは小指2本入れ仕様でございますね。かっこいいですね。これちょっと入れてみますね。こういう感じで小指2本入れ、あー、これはいいな。私外野手の時はこちらの今までのね、まあ、これそんな高額なものではありませんが、デュアルのシリーズ A700J っていうのが昔出てまして、それをね、小指2本入れで使っておりますけれども、どうだ、ああ洗練されてるな。フォルムがね、やっぱりね、特に小指側ね、操作性を上げるような工夫がなされてますね。基本パーム側の感じは同じなんだけど、そうだな、これちなみにワイドヒンジでございます。ちょっと大きめの内野手用みたいな感じなんですけどね。はい、ということで余談になりましたが、こちらが外野手用でございます。ということで今日紹介したのは内野手用 D5 モデル、ホセアルトゥーベモデルの原型ですね。それから D8 の D8 だったよね、外野主要モデルですね。この2タイプをご紹介いたしました。特に東京オフィスの農民 GM からのリクエストでございます。どうでしょうか、ちょっと画面が狭いからな、こんな感じです。これ何とも言えんですよね。本格的なメジャーっぽくはないんだけど、日本のグラブの感じとも一線を画す、なんか新しい感じはいたしますけれどもね。ウィルソンデュアルワナビーシリーズのご紹介でございました。いかがでございましたでしょうか。はい、どうでしたか。ホセアルトゥーベモデルの原型、この D5 型、こちらがおすすめなんじゃないでしょうかと私は思っている次第でございます。農民さん、ダースモールさん、よろしかったでしょうかね。いやいや、みんなにやってるんですよ。それでは皆さん、さようなら。